おはようございます。なんか最近旅の始まりっていうとね、新宿が多いですけど、ここは JR 東日本新宿で、今日からまあまあ長い旅行になります。2週間ほど続きます。これからですね、東海道山陽本線を経由して、その後も鹿児島線、長崎線、日豊線などいろいろと乗り継ぎまして、東海道山陽、九州の全都道府県を回ってこようと、まあ、そんなことをやるわけですね。ここ新宿はまあ東京都なわけですが、これから神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、その次は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県に岡山、広島、山口で、そこから九州、また7つの県がありますけれど、それ全部行ってきます。まあそういうね、ちょっと長期的なこともやってみようというわけです。大学お前どうすんだと、大学もちゃんと行きます。大学に行くために途中1回飛行機かなんかで帰ってくる予定になっています。手元にあります乗車券は東京都内から北九州市内までのもので、これからまずは北九州市を目指してというわけです。本日の目的地は京都になっております。これから新宿駅を出発していきます。特急列車踊り子号に乗って、最初の目的地は静岡県熱海温泉です。よろしくお願いします。神奈川県はどうしたんだと、神奈川県もちゃんと行きますからね、ご心配なく。どうもどうも、大丈夫ですよ。乗られるんですか？ああ、そうですか。僕も乗るんですよ。次は横浜に停車をいたします。すいません、今買えますか？いいですか、シューマイ弁当一つ860円、はい。じゃあ、1000でお願いします。この曇りガラスにグリーン車のこの表記がね、また素晴らしい昔な感じがしますよね。自動ドアになってますが、自動と書いてありまして、なんかこれは自動ですよみたいな、まだわざわざ書く必要があったような時代を思わせます。これ自動ドアなんですね。あのセンサー式とかではありません。踏むとこれが検知して、それで開くという仕組みです。すいません、早速ね、横浜名物のシウマイ弁当を買ってきて食べたんですが、しかしね、あのほとんどもう食べ尽くしたところで、そういえば動画に撮ってなかったなということを気づきまして、すいません、またご紹介するかもしれませんが、今日はちなみに11月の3日文化の日なんですけど、あの土曜日なんですね、あいにく。せっかくの祝日なのに土曜日、3連休になってもおかしくなかったのに、運悪く土曜に引っかかって連休にはならなくなってしまいました。まあね、あの確か11月3日とそれから2月11日と、まあ、他にもあの憲法記念日とありますけれど、あの今でもあの3連休にするために日付をずらしてないようなのも結構あるんですよね。あの建国記念の日とか、それからあの、まあ、それって昔明治時代は紀元節って言ったらしいですけど、それから明治天皇の誕生日の11月3日の明治節とか、そういった日はやっぱりあの昔の名残で、ね、今も日付をずらしにくいようです。文化の日ももうずらしてもいいんじゃないかなって気がしますけどね。でもね、やっぱなんか文化の日って休日のランクとしてはちょっと高い方に位置する感じがしません？なんだろうな、ちょっとランクの低い方って言ったら、まあ、なんか緑の日とかね、こうすぐなんか変わっちゃうし、あんまどうなのかなみたいな感じしますけどね。伊豆方面に行くのに一番古い列車がこの185系という国鉄の時代からずっと使い続けている電車です。本当に古いんですね。 JR で走ってる電車でもね、多分あの一番古いと言ってもいいと思います、特急電車の中だったら。まあ、そういうやつですよ。トイレもこれ洋式トイレになってますけど、洗面台とかこういうやつだしね、これどうやって洗うんだって感じなんですけど、片方でこう出しながら片方で洗うみたいな感じですよ。ちょっとここにカメラを置いておかしてもらって、難しいな、無理かな。まあ、これでね、これを持ってこうやりつつ、こっちでこうやってやるみたいな、ね、至難の技なんですけど、1981年ですから今から37年前に作られた車両ですけど、まあ、コンセントもあるんですね、電気カミソリ用。まあ、伊豆方面の観光列車に、ね、なんでこうヒゲ剃り用のやつが必要なのかはちょっと分かんないですけど、トイレもまあこういうやつですね。昔から使っているようなタイプですが、まあ、一応これはね、洋式に変えられています。曇りガラスにグリーン車のこの表記がね、また素晴らしい昔な感じがしますよね。自動ドアになってますが、自動と書いてありまして、なんかこれは自動ですよみたいな、まだわざわざ書く必要があったような時代を思わせます。これ自動ドアなんですね。
あのセンサー式とかではありません。踏むとこれが検知して、それで開くという仕組みです。なんかわかんないけど、秋になるとみんな出かけたがるんですね。行楽シーズンっていうと、ただの土日でもね、ずいぶん混むもんでして、熱海も朝からもう混んでおります。で、あの手元にあるこれ切符ですけどね、九州までの切符なんですが、熱海で途中下車と、まあ、改札に入れるところを出してくれるんですね。あ、結構知らない人がいいんですけど、乗車券というのは、これもう散々うちのチャンネルでは言ってることですけどね、 JR の切符っていうのはあの途中で使うのを中断してですね、そこに寄り道をするということができます。だから11月3日から11月16日まで14日間有効となっているんですが、つまり14日間のうちに東京まで戻ってくればいいというわけですから、熱海で降りたりとか静岡で降りたりとか、そういうことをやっていいというわけです。これはいわゆる途中下車というやつでして、日本テレビの番組でね、ぶらり途中下車の旅ってのはありますけど、あれはまたちょっと違うんですよね。多分あの東京から例えば横浜まで切符買って、横浜から小田原まで切符買ってみたいな、そういう乗り方は、それは途中下車ではなく、まああえて言うなれば区間乗車と言いますかね、ぶらり途中下車の旅っていうのはそういうのをやってるんですよ。そうじゃなくて100キロを超えるような乗車券、まあこれ100キロ以上の乗車券を買っていることが途中下車をするための基本的な条件になっているんですが、100キロを超える長距離の乗車券を使って途中でこう寄り道をポツポツしながら行くというのも、なかなか楽しい鉄道の旅の醍醐味の一つです。バスだとね、なかなかこうはいきません。鉄道ほどは本数がないし、それから路線もこんな風にこう自由度が効きませんからね、いろんな会社が混在しております。背広スーツチャンネルをご覧になったことがある方は分かると思うんですけど、この仲見世名店街みたいなところを下っていって、まっすぐ行ったところ、まあ、1000円ぐらいちょっと高いんですけどね、高いんですけど、これを下っていったところに、あの日光亭大湯ってね、なかなかいいあの有名な温泉施設があるんですけれど、熱海で一番いいのはそこだという人が多いようです。あの高いこと以外は全ていいと思いますよ。熱海には他にも面白い名所がありまして、名所とは言わないかもしれませんけどね、熱海池の向かい側にありますこの建物を熱海第一ビルと言います。結構古くて70年代ぐらいに作られた古いビルだったと思います。テイストと書いてあるからちょっと見てみましょうか。ごめんなさい、竣工したのは1966年だったみたいですけど、つまり相当古いビルなんですね。で、このビルができた当時というのは、熱海があの新婚旅行の目的地としてですね、あのものすごくこう流行ったような時期で、まあ、とにかく猫も杓子も熱海にいて、熱海はもう大混雑ごった返すと。で、あそこにあるあの仲見世名店街云々みたいなね、商店街が2つ横にこっち方向とこっち方向に並んでいるわけですが、あんな風になっているのもやはりこの熱海がそれだけ大勢の人がやってくるような一大観光地として栄えたからです。そんなこんなで急遽大発展を遂げたその熱海、近頃没落とかなんとか言いますが、近頃でもこのように立派にこう観光客がたくさん来てるわけでして、すごいところですけれども、昔は今をそうもはるかにしのぐような需要を発揮していたようですが、そんなわけで熱海の街中の交通機関もいろいろ整備せにはいかんということになったそうでした。その時に国鉄の熱海の駅から反対側のこちらの熱海第一ビルのところまで降りていって、ここの地下3階にある熱海モノレールというですね、あのモノレールの駅からそのモノレールに乗って熱海の街中へまたこう出ていくと、そういうような計画がなされていまして、この地下にはモノレールの駅が作られていたんですね。でもそんなものは熱海にはありません。モノレールの計画はあって、駅も準備したんだけれど、結局運行されることはなく、また路線自体の建設もされることがなかった、そんなところだそうです。鉄道マニアの用語ではこれを未成線というらしいんですけれど、まあ、ともかくこれの、ね、地下のところには今もその駅の構造が一応は残っているらしいということなんですが、その様子が、ね、ほとんど謎だそうでして、本当にこの地下3階に駅のそのモノレールの、ね、構造があるのか、それともないのか、もうもはやよくわからないと、そういう状態です。もちろん持ってる人はいるからその人は知ってるらしいんですけれど、まあ、あの聞いてもなんか教えてくれないらしいんですね。それを教えるかどうかそのも所有者の人次第ですからね、別にそんなことは問題ではありませんけれど、もしかしたらいつかその解体するときかなんかとかね、あのもしかしたら公開とかしてくれることもあるのかもしれないし、そんなモノレールの構造物なんていうのはもう残ってないのかもしれないし、全くよくわからないことです。結構ねこのビルの中をこう探検してる人なんかもいるんですね。ネットなんか見るといろいろ熱海モノレールのその、建設当時の名残は残ってるのかみたいなことが出てくるんで、そういう記事を読んでいても面白いところでもあります。熱海には2時間ほどの滞在です。
2時間っていうとね、短すぎるんじゃないかって気がしますよね。まあ私も確かに言われてみりゃっていうか、自分で考えても短いとは思うんですけど、まあそんぐらいありゃね、でも意外となんとかなるもんなんですね。あの温泉入ってなんかこう名物の一つでもパクッと食べて、また次の町へ行くっていうね、あのそういうのも結構楽しいもんですよ。もちろん1泊2日とかでね、そこをじっくり楽しんでいくのも、それもそれで面白いところです。あの熱海っていろいろね、あのなんだこれは違いますけど、 MOA 美術館、モア美術館っていうのかな、あの教科書で見たようなね、異観測隊の格好してるあの織田信長のやつとか、それからあとはなんかこうやってフランシスコ・ザビエルのね、あの肖像画とか、そういったもう本物ですよ、持ってるような美術館もあるんですよね。さっき私が通ったのがこちら側からの仲見世商店街でしたけれど、こっちには平和通り名店街とありまして、さっき言いましたように、つまり2つ商店街があります。ね、こういうところではこう熱海駅近道とか書いてあってね、観光地あるある、しかも昔からの、ね、伝統ある観光地でよく書いてあるような言い方ですけれど、近道と書けばみんなそっちを通りますんでね、やっぱそっちに来てもらいたいから、なんとか近道、成田山の周辺なんかでもね、これ近道じゃなくないみたいなところに近道と書いてあったりするんですが、熱海では本当にこの平和通りの方から行くのが近道になるはずです。ですね、ここにタバコ屋があるんですけど、このタバコ屋さんの向こう側にね、あの今湯気の湧いてるところがありますが、わかりますね。ここでね、あの卵が1個30円、1個30円で6個でも値段は同じ180円で、塩が10円みたいな感じで売ってるんですけど、ここで卵を買っていくと、あそこでこうゆで卵を作ることができると、あ、温泉卵とでも言うんでしょうか。あの正しい定義の温泉卵っていうのは温度卵とか言いまして、確か67度かなんかで黄身だけは固まるんだけど白身は固まらないみたいな、そういう卵ができるんですが、まあ、それとは違い、温泉の蒸気でもって高温で卵を加熱して普通にゆで卵を作るというものですが、まあ、ともかく、この熱海温泉の地熱でゆで卵を作るようなことができる、そのね、まあ、無料のスペースがあります、フリースペース。ちょっと今はねお腹いっぱいなんですけど、まあ、なんたって30円でね、あのゆで卵を1個手に入りますんで、後でちょっと帰り道にここでこう買って、それで新幹線に持っていくなんていうのもいいでしょう。この道をまっすぐ下っていって、ちょっと左に行きますと日光亭大湯というところがあって、それがこの熱海温泉で一番おすすめのされているところだと思います。熱海も湯量は豊富なところでして、結構あっちこちらからこういう風に湯気が上がっているのは見られますが、熱海駅周辺よりもむしろこちらは少し離れてきたあたり、あのちょっと上の登ったところに東海道本線も通っているんですが、ちょうど JR 熱海駅と木の宮駅の中間のあたりに、なんていうのかな、まあ、こう温泉がたくさん湧いているようなところがあります。あそこにね、あの卵の作るところがあって、すぐ向こうでまた湧いていて、でこの先にも有名な温泉があるということから分かるように、まあ、大体この辺りがその温泉街といいます。温泉街の中心ではないんだけれども、温泉地のその源泉の中心はおそらくこの近くのようです。箱根の富士屋ホテルと多分関係あると思うんですけど、これ泊まったことないんですが、ニュー富士屋ホテルね、その右側に大湯日光亭、それから間欠泉もあります。これですね、こんな感じで吹き上げているわけです。熱湯が噴出しますので危険ですと、そんな風にも書いてあります。階段らしきものがありまして、まあ、この前はお墓なのでとりあえずここまでにしておきたいと思いますけれど、こんな感じで湧いておりますが、これはただですね、あの沸かせているものです。見ていただくと分かると思うんですが、下のところにですね、こんな風にパイプが見えまして、人工のものであることが分かります。しかしここはもともとは自分で、自噴していたようなところでありました。大正時代ぐらいにですね、突如としてここがこうプシューッとこう湧き出しまして、ものすごい量だったらしいんですね。まあ、その時代の映像とか知りませんが、止まった、今の定期的にこうやって湧いたり止まったりするんですけれど、あの、まあ、日本にも間欠泉ってのはありまして、確かね、北海道のあのなんか森町とかなんか鹿部とかあっちの方でも確か間欠泉はあったんじゃなかったかな、流山温泉。他に私のなんか、まあ、いくつか間欠泉ってのはあの別府にもね、あの竜巻地獄っていうのがありましたけど、あのこういう風にね、あの地下のこう水圧といいますか、まあ、それがどんどんこう高まってきて、それで、ある一定の度合いを超えると破裂のするような、まあ、噴火みたいなものですね、ボーッとこう温泉が吹いてくるっていうものなんですけど、ただ、まあ、これもまた地質っていうか地下の状態がいろいろ変わったりしたようで、大正の終わり頃にはこれ見られなくなっちゃったんだそうです。ただ、それがね、もう本当に有名で世界三大間欠泉の中の一つになっていたということだったので、ここでシューッとこう吹き上げるようなことをですね、こうやる、また工事を昭和37年で結構ね、あの昔なんですけど、あのその時代にもうそんな工事やってなかった感じなんですが、あのやっぱり熱海が観光地として流行り始めたような時期に、これをまたじゃあ見た目だけでもと噴出するようなものをやってるようです。これが温泉であるのは本当でして、岩の、ね、色も変わっているし、吹いている先は温泉の香りがしましたよ。ちなみにこの後ろのこれはね、あのちょっと私もあんま詳しくはないんですけど、イギリスの講師の方で初代の方だそうですが、その方がここにこうあの葬られているわけではないんですけど、まあ、ここにもお墓がありまして、
日本人は、あ、いや、あのイギリスに、ね、こう敵視すべきではありませんよ、日本人はみんな親切ですよというふうに、イギリスにあの報告したので、イギリスがなんか親日っぽくなった、まあ、それどこまで本当なのか分かんないんですけど、まあ、一応ここにそういうことが書いてあります。で、あとはですね、舛添都知事が湯河原に公用車で出張したどうこうとかでね、問題になりました。出張っていうか、まあ、遊びに行ったとか言ってね、問題になりましたけれど、この熱海は国内の市街通話、まあ、つまりあの街の外、市街局番をね、こうかけてこうやって発信するようなところの電話の初めての発祥の地なんだそうです。まあ、もちろんその発祥の地というのは電話には相手方がありますので、必ず2つなんですが、この熱海とそれから東京の間で通信をしたのが最初なんだそうです。それがですね、明治23年の12月と書いてありますけれど、やっぱその時期はもう熱海が保養地として有名になっておりまして、舛添都知事よろしく、こういったところにいろんな人が来て、それでここで政府の高官が滞在みたいなことをやったらしいですね。その時期にやっぱり何か急用がありますと、じゃあこの公衆電話を取って、まあ、公衆電話っていうか多分普通の電話だと思うんですけどね、はい、もしもし東京ですか、あの私なんとかですけれども、あのこれはこれをこうしておくように、はい、ガシャリーとか、まあ、そういうことをねやっていたらしいですから、まあ、だからやっぱり重要なところだったということなんでしょう。またちょうどね、そんなことを喋ってたら吹き上げ始めまして、割と景気がいいようです。あそこの白い公衆電話のボックスは別に熱海に置いてあったものではないんですけど、あの東京京橋にですね、あんな感じでこう電話ボックスが設置されていたのが、それが公衆電話ボックスの起こりなんだそうでして、あそこにあのようにして保存展示されているということです。いや、保存じゃない、あれレプリカね、レプリカがあそこにそういう風にして置いてあるわけです。そしていよいよ湯煙も多くなってきましてね、本当は多分あそこでも吹くんじゃないかなと思うんですけど、今は吹いておりませんが、この奥のところに目的地があります。一度背広チャンネルでご紹介したことがあるはずです。またこの湯の前神社っていうのもね、これも確か熱海温泉の歴史の中で何か意味があった気がするんですけど、私ちょっと知らないんだよな、見ていくか。すいません、これ湯前神社って読むそうですけど、江戸時代ぐらいはこの熱海はまだ温泉、もちろん温泉は湧いていたんですが、温泉ですごく有名な町というよりは、他にもですね、石の町、あの石の産地という性質も持っていたんだそうでして、この鳥居が随分貴重なものらしいですけれど、なんか確かに読めないようなちょっと難しいね、こういう感じの字が書いてありますけれど、江戸時代ぐらいに作られた石の鳥居なのかな、そうですよね、これ安永9年1780年で9月に、なんとか藩主、久留米藩主の有馬なんとか公が来島し寄進されたものと書いてありますが、まあ、そういうわけで江戸時代の18世紀の頃からずっとここにある、その熱海で産出していた石によって作られたと思われるこのような鳥居などが残されていて、熱海の歴史を今に伝えるとここに書いてあります。やっぱここにいろいろ寄付しているのも富士屋ホテルとか大湯とか旅館組合とかね、温泉組合、熱海園雲南、お風呂屋さんとか旅館ばっかりのようです。着きました、大湯はここです。早速ね、ここから湯気が昇っておりまして、ちょっと見づらいですけどね、なんとなく楽しみになるものです。この大湯は熱海温泉っていうと、あのつまり昭和30年代ぐらいから一気にこう開発が進んだわけですが、これはですね、江戸時代の頃からずっとここにあった由緒正しき湯治場のようでして、家康だと思うんですが、あの人静岡県出身で静岡のこと多分好きだろうから、家康がね、あのここのお湯をこう江戸に運ばせたりとか、まあ、ここに何度か入浴したりなんかしたことも実際にあったらしいと、そういうところなんですね。なんかいろいろ書いてありますよ。家康は熱海温泉の効能を気に入ったので、京都の伏見城にいてわざわざ熱海のお湯を取り寄せてうんぬん、そしてまた、その周防の吉川広家にそのお湯をあげています。伏見から大阪に向かっていたので、熱海の湯の桶を伏見から船で大阪に送ったということです。つまり熱海のお湯をまず、京都までこう持って行って、で、あ、広家君、君、これ熱海のお湯が効くからこれあげるよって言って、それをまた大阪にプレゼントしたと、そんなことまでやってるんですね。よっぽど好きらしい熱海の温泉です。で、ここ日光亭大湯っていう名前なんですね。大湯と書いてありますけれど、大湯温泉旅館、今旅館はやってなかったと思いますが、日光亭と書いてあります。これなんだ、 JAL と関係あるのかなと思ったら、これ関係あるらしいんですね。なんかね、あの創業者がなんか JAL のなんかその創業者っていうのが分かんないですけど、 JAL のなんかその関係の動向でとか前教えていただきましてね、なんかそこまでものすごく関係があるわけでもないんだけど、なくはないみたいな関係性があるんですね。で、あのね、今でも日本航空のカレンダーが届いたりはするそうで、確かにかけられているのをね、前見せていただいたことがありました。じゃあそろそろ入りましょうかね。入湯料は1000円です。
ビールを一気飲みしたもんで、まあ、正確にはビールテイスト飲料ですけど一気飲みしたもんですからお腹もねすっかりガブガブになってしまいましたけど、やっぱりこの中でいろいろあるものは映すわけにはいきませんのでね、温泉のところで人が入浴している横でよりにもよってビデオカメラを回すなんてことはできませんから、そういうのがね温泉地を皆さんにご紹介する上で一番難しいところですけど、 あそこはね前に伺った時にパンフレットとか自由に写真使っていいですよ、まあ、使っていいというか撮っていいですよって私には言ってくれたので、これでこうやって皆さんにご紹介するのが一番いいかなと思いますが、こんな感じでこの写真ね撮るの正直あんま上手くないんですよ。これはこの温泉地をディスってるわけじゃなくてもっといいっていう意味なんですけど、こういう広々したね立派な露天風呂がここの名物なわけです。ところが一つ問題がありまして、あそこのこの名物露天風呂はですね一つしかないんですね。男湯と女湯のどちらか日替わりということになっていてローテーションでやっております。だから2分の1の確率であそこに行った時にこれじゃない可能性があるんですね。そして本日はこちらではありませんでした。残念ながらちょっと狭い方だったんですね。どっちになるかというのは事前に電話で確認をすればいいと思います。ただねこれが不幸中の幸いですけれど、YouTube 動画に関してはあの中でどっちにしろ撮ることはできませんので、動画の出来には関係ないということなんですけどね。私が個人的に広い方に行けなかったというだけです。この画面右奥のあたりからやってきたわけですが、こちらがこのように道を今度海の方向まで行くともうまっすぐまた商店街のようなものが連なって奥に水平線と、なかなかこれが熱海らしいいい光景だと思います。ご紹介した日光亭大湯は熱海の駅から徒歩12分と公式には案内されていて、距離にして1キロはギリギリないぐらいだと思われます。歩いて12分、そして新幹線の発車までちょうどあと12分となっています。次の目的地は静岡です。よし間に合った、あとまだ3分あります。